こんにちは、まるさんです。時々山中湖情報創造館の方を、まあ、テーマごとに3冊4冊紹介している動画を上げているんですが、ついね、本屋さんとかコンビニの雑誌置き場とか見て、雑誌コーナーとか見てね、つい手に取って買ってしまう雑誌があります。で、これは実はあの本屋さんでも、地元の近くの本屋さんでも売ってなかったので、ネット通販で買ってしまいました。ビデオサロンってもともと本屋さんにあったと思うんですけど、見なくなっちゃったんですよ。で、このテーマが、すごいですよね。もうこうやって僕自身もこうやって動画上げてますけど、まさにこの YouTube 動画で町おこしっていう、まあ町おこしはね、まあどうでもいいんですけど、YouTube 動画で稼がみたいなね、動画書いてあります。ビデオサロンです。いつもビデオサロンって大体こう、カメラとかね、そういったものの写真がアップで表紙になっていることが多いんですが、なぜかこの YouTube 動画で町おこしっていうの文字だけで表紙を取ってます。中を見てみますと、ビデオサロン2019年7月号ですね、特集、人を呼び寄せ活気を取り戻す YouTube の真のルールを理解して、再生回数を伸ばし、最終的に動画で町おこし。これ、ね、八王子の方なんですよ。で、今や八王子の駆け込み寺となっている中野智之さんの研究成果を大公開。すごいな、これな、個人名はパンで言っちゃった。僕も気になるところで、再生回数を増やすには下心なしに全力で人を集め、成功ルールを歩もう、空いている席を探して新しい価値を生み出そう、 YouTube の動画文法を守りつつ自分なりのストーリーを紡ぐ、タイトルは検索を意識、サムネイルでクリックさせる、俺流 YouTube で勝つ10のチェックポイントで、密着、中野さんの食レポ現場 YouTube 動画配信入門、動画の作り方、チャンネルの作り方編。そうね、動画の作り方編とチャンネルの作り方編って分かるね。で、どんなのがある、まあこれ、最初の方はこう新製品、商品紹介、カメラの紹介とかがあって、いよいよ特集。すごいです。この今や八王子の駆け込み寺となっている歌っていうのなんですよね。この人ね、もともとはね、洋品店さんかな、でもね、肌着専門店ですね、八王子甲州街道沿いにある肌着専門店いつみやさんです。そこの店主さんでね、この動画再生回数のグラフがあるんですよ。で、2015年、16年、17年、18年、で2019年ってあるんですけど、このね、2015年、16年、17年、多分僕はね、このグラフの中で言うとまだ2015年の前段階ですよね。とにかくこういうグラフなんだよっていう。全然本当にアクセスないんですよ。たまにポコンってね、こうある、でもそれでも3桁いくかなぐらいの動画があって、でそれを1年やり2年やり3年目やるんだけど、ダメだなみたいなところでこう諦めちゃったりとかするんですよね。それで、この中野さんのストーリーもですね、15年やりました、肌着専門店のお店紹介、でも全然アクセスないです。で、途中からですね、方針を変えて健康講座に変更。でもちょびっと伸びるんですけど、それでもダメ。で、今度は内容をですね、地元の偉人にスポットってやると、ボボボンって伸びたりとかするんですね。この辺りの数字が出ると結構あ、なんか3年やってた甲斐があったなみたいなのがあるんですけど、その後です。地元のですね、これラーメン、中華、グルメですね、八王子グルメランチっていうのをやった途端に、ポッコーンと突き抜けるわけですね。これなんですよ。多分これが起きるんですよね。これが起きるまで続けられるかどうかっていうのがやっぱり大切で、でその試行錯誤の中で、あ、こうじゃないかな、じゃないかなって仮説を立てながら、YouTube の動画を作ったり編集したり、チャンネル作ったりってあります。確かにね、この自己
自己ボンド5つの問いに答えて戦う領域を決めよう。わかるな。まず自分の強み、好きなことは何ですか。問い2、それを最大限に生かすコンテンツは。問い3、その市場にはどれぐらいの敵がいましたか。コンペティターね、市場分析だね。問い4、敵が少なければ5勝てる方策はありますか。ある意味もいわゆるブルーオーシャンってやつね。大手 YouTuber がいたらジャンル変更、新ジャンルを作る。なかなかバッティングしちゃったりとかね。ということで、いろいろ試行錯誤していきます。やっぱりね、なんか食べ物とかね、物を食べるというか、その体験談的な動画ってやっぱり圧倒的にアクセス多いですよね。なんて言うんだろう、こう代替行為というのかな、代わりに動画の向こう側にいる人は代わりにやってくれてる、代わりに遊んでくれてる、代わりに食べてくれている、代わりにどっか旅行に行ってくれてるみたいな、それを動画で見て、行きたいなって思う気持ちもある一方で、まあ動画で見たからいいやっていうところも実は気持ちとしてあったりとかします。はい、この八王子の中野さんの字ですね。あ、チャンネルの作り方ちゃんと書いてありますね。うん、アップロードしてからね、詳細で日にちと、ね、場所をつけたりとか、あと終了画面ちゃんとつけてね、チャンネル登録お願いしますね。チャンネルアートの作り方とか、あ、これいいですよ。 YouTuber これから始める人、本当これおすすめ。すごい、こうなんていうの、慰められるというか励まされますよね。本当に1年2年やって全然アクセスが伸びないなんて当然の話で、そこからどうさらに続けられるかっていうところが問われたりとかします。ビデオサロン7月、この2012年7月後、さらにいろいろ映画の作り方、作家さんの、ね、映画の作り方もありますし、ドローンで の撮影もいいの、あとね、コスプレを一生懸命撮ってる外国人の方ですね。この人がいい、かっこいいな。ちょっと特撮っぽいのもある、火を使ったり、見せる動画の作り方なんていうのがありますね。ビデオサロンってなんていうのかな、こうカメラとかそういう機材の紹介が圧倒的に多い雑誌かなってずっと思ってて、本屋さんのちらちらっとこう手に取ることはあったんですけど、それで終わってたんですが、こうやってじっくり買ってみると映像の作り方とかありますね。あ、面白い。この使い捨てレインカバーだって、雨の日とか、それから水の中に三脚を立てる時とか、こんなのがありますね。動画配信スタジオ運営日誌、あ、なんかいいな。暇な犬さんとか出てる。ドローンですね。4K8K の動画、あ、いい、そう、役に立ちますねこれ。というわけで、ビデオサロン2019年7月号特集がですね、人を呼び寄せ活気を取り戻す YouTube 動画で町おこし、これから YouTube を始めようっていう方がいましたら、まあ、YouTube の方ももちろんいいんですけど、これおすすめです。実際にやってきた人が体験談としてきちんと書いてますので、っていうか取材しても真の取材してどうなのかってこと書かれてますので、これから YouTube を始めようとしている方、これを僕一冊おすすめしたいなと思っています。いや、定価ね、価格が、1300円プラス税金だからね、1300円プラス、1300円の 8% の税金がつきます。ビデオサロン2019年7月号です。おすすめ。富士山見るなら山中湖。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。